副業ボーリングの穴に突っ込んだら抜けなくなった、ボーン来てます。はい、今日は禁断のトリック大公開です。お楽しみください。実演500円玉使います。左手出してください。ありがとうございます。親指でここ押さえつけて、ありがとうございます。反対の手も同じような手の形にして、みんなに見えるようにしてください。そしてあなたここ集中して見ててください。そしてコインに集中、うつれうつれうつれと心の中で唱えてください。うつれうつれうつれと映った感じはしない。いや、あの空気読んで。でも僕もっとすごいのはこれ、戻ります。上げてみて、ほら戻ってるね、ほら。あ、これじゃあかんね。こっからが本番です。このコインをワン、ツー、スリーってやると、これ消えて消えたコインがこっちに飛び移ります。で、僕ね、実はマジックで稼いでるわけじゃないですよ。僕が稼いでる方法は人の時計を売って稼いでます。はい、では解説していきます。ウォッチスティールです。実演見た方は無茶だろうと思っていると思いますが、私はウォッチスティール非常に得意としてましたし、皆様が思っているよりはるかに簡単です。今回はこのようなバンドタイプのもののウォッチスティールを解説します。個人的にはバンドタイプが一番簡単にできると思います。革のタイプも簡単にできますが、慣れてないうちにやると結構壊れたりしますので、トラブルの原因になります。最近はこのようなアップルウォッチをしている方も多いですが、これも簡単にできると思いますが、私はやったことございません。時計の種類やマジックの組み合わせ等によってやり方変わってきますので、おいおい少しずつ解説していきます。今回解説するのはこのようにボタンを押して開けるタイプです。これ1箇所2箇所開けるところがあります。1個のボタンで2箇所開きます。1箇所しか開いてない状態だと多分抜き取れませんので、2箇所開けてから抜き取ります。ただボタンは両方とも同じですので、押すだけで広がります。この押すだけで開くタイプが一番楽です。こちらの時計も押すだけで開きますが、片方しか開かないというものになっております。他にはロレックスとかだとロックがかかってますので、ロックを一旦外してからこのように押すとかね、ボタンを押すとか、いろんなタイプがあります。やってる途中で思ってるものと違うタイプのものだったら中断する場合も多いです。いろんな時計に触れて構造を把握しておいてください。それでは演技の解説です。コインと組み合わせてやることが多いですが、いろんなパターンがあります。ウォッチスティールの基本の手の形があります。このようにコインを置いたら、親指でこのように押さえつけてもらいます。こちらの手は曲げないようにしっかりと伸ばしてくださいと言って伸ばします。これがバンドタイプのウォッチスティールの基本の形になります。まずお客様にこのような手の形にしてもらいます。その時も手首に触れたり手に触れたり大胆に行ってください。このまま手をひっくり返してと言って演者が無理やりひっくり返したりします。この時に手にあまり触れてない状態で始めるとバレますので、このように手首をつかむ演出等を入れてください。そしてこの状態からミスディレクションをかけます。あ、反対の手も同じような状態にしてくださいと言って、ここを隠します。見えない状態にします。別に見えても全然問題ないですが、このような動きでお客様にこちらの手に意識を集中させます。その際に右手でボタンをまず押します。この時もこのまま離してしまうと重さで分かってしまいますので、重さが分からないような感じで外してください。そして同じ手の形にして、じゃあこっち、たくさんの人がいる場合は皆さんこちらに注目と言って注目させます。そしてお客様には目をつぶって集中してくださいとか、こちらの手に集中してくださいと言います。この後はお好きな演出で構いませんが、手を動かしながらバンドをただ引っ張っていくだけです。私の場合は、うつれうつれうつれと心の中で唱えてくださいと言って、このように手を動かしながら普通に引っ張るだけです。指が曲がったりしないように、このように演者がピンと張らせた状態で引き抜きます。時計を引き抜いたらポケットにしまう、もしくは背中に回して協力者に渡します。基本的にはポケットにしまう形で大丈夫だと思います。抜き取った後もこのように手を触り続けて、コインが映ったの分かりますかと言って、ここでギャグを入れてます。いや、映ってないと思いますってね。まあここは普通のマジシャンなんですが、こうすると戻りますと言って、ここでギャグにします。その前に笑い等を入れることによって、笑いのミスディレクションで抜き取ることもできます。このまま終わってもいいんですが、少しタイムミスディレクションをかけた方がより不思議になりますので、あ、ごめんなさい、映ってないです、冗談ですと言って、ここでお好きなコインマジックをいくつか入れます。実演でやったものはただ単にクラシックパームした状態でコインを飛行させるというものです。お好きなコインマジックを入れてください。そして最後にプレゼントがありますとか、まあ実はね、僕副業やってましてとか言って時計を取ります。ここで非常に強烈なリアクションが取れます。お客様に時計をお返しして気の利いた一言を言って演技を終えます。ウォッチスティールした後にカードマジック等をやって、本当の最後の最後に時計を出しても非常に受けます。おしゃれな演出にしたい方はメガネケース等の中に仕込んで、これプレゼントですってお返しして、開けると自分の時計が出てくるという演出も可能です。私は今まで一度も気づかれたことはないんですが、この抜き取ってる状態でもし気づかれた場合は、あ、さすがに無理ですよね、冗談ですと言ってコインマジックで逃げてください。非常に無茶な逃げ方ではありますが、さすがに気づきましたよね、さっきのお客様気づかなかったんですよとか、このような強引な逃げ道にするしかないです。今回やったまんまの演出じゃなくても、このような手の形、基本の手の形になるようなものさえできれば簡単に抜き取ることができますので、ウォッチスティールしたい方や度胸のある方はやってみてください。
はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。エンターテインメントとしてやってください。皆様の気持ちはわかりますよ。これはさすがに気づかれるだろうと。初めて成功した時はお客様はめちゃめちゃ驚くと思いますが、自分自身もめちゃめちゃ驚くと思います。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。